皆さんお疲れ様です。小川太平の事件考察室、本日はですね、先週の金曜日、2022年7月8日、午前11時30分ごろ、奈良県で、選挙応援演説中にですね、安倍晋三元総理大臣が銃撃されるという事件が発生いたしました。それについて本日はお話をしたいと思います。でまずこのねお話をさせていただく前にですね、お亡くなりになられました、安倍晋三元総理大臣、にですね謹んでお悔やみを申し上げますとともに、ご冥福を、心よりお祈りしたいと思います。ということでですね、まあ、今回、緊急搬送、ドクターヘリでね、緊急搬送されたんですけどもね、残念ながら懸命な救護、介護をしたんですけどもね、17時03分ですかね、搬送された病院先で、死亡が確認されたという発表がございました。この件についてはですね、7月8日の金曜日、また7月9日の土曜日、私の週末恒例のライブ配信ということでですね、両日とも一部でこの件についてはお話をさせていただいております。まあ、今日もね重複する内容もあるんですけども、ぜひ聞いていただければと思います。よろしくお願いします。安倍晋三元総理大臣が銃撃されるというですね、日本で今こんな事件が起きてしまうのかと思うような事件が実際に発生、いたしました。はい、事件の発生はですね、2022年7月8日金曜日です。午前11時30分ごろ、場所は奈良県奈良市の近鉄大和西大寺駅前のロータリーのところでですね、ちょうど安倍晋三元総理がですね、地元の候補者の応援演説中、ちょっとねこう段があるんですけども、そこに台に上がってですね、ですから人よりはねこう頭一つこう飛び出る形ですけども、そこで応援演説中、始まって間がない時間帯ですけどもね、銃撃されました。銃についてはですね、自作した銃だというふうに今現在は言われています。まだまだこれからね、警察が捜査を進めるだろうと、またすでに家宅捜索をしてですね、自宅から同様の自作し終えた銃ともねすでに押収しております。それについても警察は捜査を進めているといったところです。容疑者はですね、山上徹也41歳、まあ、元ね、海上自衛隊にいたというふうに言われてますけどもね、もう20年前から17年前まで約3年間海上自衛官としてね、呉の基地等でね勤務をしておりですね、まあ、護衛艦等に乗船していたといったような話も出ています。まず今日はですね、この容疑者山上徹也容疑者が今現在どのような話をしているかということについてお話をしてみたいと思います。ちなみにね、今日は7月10日日曜日になります。ですからこれ、10日日曜日現在の話であることをご了承していただければと思います。まず山上容疑者の供述内容、今現在これ警察の発表等でね、分かっている範囲になります。安倍元総理の政治信条に恨みはないと、ですから、まあ、こういったね取り調べでは話をしているということは、まあ、思想犯ではないなという感じが私はしました。もう逮捕してすぐですね、そういった事実を認めているとかですね、安倍元総理にこの政治的な恨みはないといったような話をしているっていうので、まあ、思想犯ではないのかなというのはすぐに分かりました。次です。特定の宗教団体に恨みがあり、安倍元総理がその宗教団体と関係があり殺そうと思ったというふうに、これは本人がそう言ってるという話です。そういった関係があるとかということを、裏付けが取れてるわけではありません。今のところ警察もそこまではまだね捜査は進んでいません。これ本人、
山上容疑者、山上徹也容疑者が話している内容です。母親が、これ山上容疑者の母親ですね、母親が多額の寄付で、破産したとかですね、報道によってはね、多額の寄付をして家庭が崩壊したといったような話もあるみたいです。崩壊したので宗教団体のトップを狙うつもりだったが、この宗教団体のトップとの接触が難しかった、それでこの宗教団体と関係がある、安倍元総理を、まあ、殺害しようと思ったといったような供述をしているようです。実はですね、この日の前日ですね、8日の前日には岡山で、やはり安倍元総理は応援演説に行かれてるんですけどもね、そこにもね、ついていってるというか、そこにも行って、まあ、狙っていた、場所的な問題があって、できなかったと思うんですけどもね、そういった話をしています。今ね、報道テレビ等ではですね、宗教団体に恨みがあるとかっていうふうに宗教団体という言葉を使っているところもありますけども、中には特定の団体に恨みがありということでね、この宗教をね消しているところもあります。じゃあこの宗教団体ってどこなんだ。でもちろんこれ山上容疑者の話ですけども、山上容疑者が特定の宗教団体に恨みがありなんて言ってません。じゃあどこだ。でこれ統一教会です。本人が言ってるのはですよ、統一教会に恨みがあり、統一教会と安倍元総理が関係があり、あると思ったといったようなことを言っています。まあそれについてはね、まだ確認は取れていません。実際にそういう関係があるのかどうか、まあ私が知っている範囲ではですね、私実際に見てきたわけではないですけども、この統一教会の会合っていうんですか、集会っていうのちょっとよく分かりません。そういった人が集まる場で講演をしたりとかですね、あとその統一教会の情報誌っていうんですかね、機関誌っていうんですかね、そういったものに安倍元総理が寄稿投稿っていうんですか、のをしたりとかっていうような話はね聞いたことあります。ただそこでね、講演したからといってこの宗教団体と、まあ私も講演しますけども、そこに呼ばれれば行くわけですね。ですからその呼ばれて行って講演したからといって、そこでね宗教団体に安倍さんが入ってるとか、そういう問題ではないと思うんですけども、まあどういうことで、この山上容疑者がこの宗教団体統一教会と安倍さんとの行為をねしたのか、またこの母親がその統一教会に入って多額の寄付をしたとか、家庭が崩壊したとかっていう事実も実際にあるかどうかってことも、今のところは裏付けが取れておりません。まあそういった話を今のところしているといった内容です。次にですね、警備上の問題はなかったのかっていう点について、ちょっとお話をしたいと思います。まあ、私もね、いろんなテレビ等でもこの問題については触れてるんですけども、まあ、警察を擁護するとかね、そういったものではなく、本当公平な目線で見て、まあ、考えていること、思っていることをね、お話ししたいと思います。まずですね、こういう要人警護の場合ですね、よく警察官が言われるのはね、100か0というふうによく言われます。何もなくて当たり前です。何もなくて褒められることはありません。はい、意地悪ませんでした、お、よかったな、それで終わりです。何もないことが当たり前なんです。何かあればゼロです。この何かあればっていうのは、今回のようなことはことももちろんですけども、そうでなくてもね、何かあっただけでももうゼロなんです。それが今回のようなことが起こってしまったら大変なマイナスだということですね。まず、SP の配置はどうだったのか。で、SP がというふうに皆さんおっしゃいますけども、実はね、この安倍元総理の SP、1名しか、いません。警視庁の SP ですね。1名だけです。実際いるのは。これはもうルールで決まってます。元総理大臣の SP は1名。ということで、安倍、晋三元総理も1名の SP。 ただ応援演説等に行くときにはですね、今回で行くと奈良県です。奈良県警察本部の警備部、そういったものが今回、警護要員として6名ですかね、ついていたというような話が出ています。それプラスですね、この地元の奈良西警察署
の修復の警察官がまあいたんだろうということなんですけども、じゃあ果たしてこの SP を含む警護員ですね、その人数配置、まあ当然人数も当然出てきますね、人員ですね、人員人数ね、配置ね、こういったものは適切だったのかどうなのかということですね。昨日ですね、昨日ですから9日ですかね、鬼塚警察本部長、奈良県の警察本部長ですね、鬼塚警察本部長というのはいわゆるキャリアの方です。これまでですね、警備公安畑をずっとですね、まあ、歩いてきた方でですね、以前は警察庁警備局、警備課の警護室室長もされていると、まあ、もちろん本人はね SP はやったことないと思うんですけども、そういったエキスパート、警護のエキスパートのまとめ役の室長トップをされた方、あとね海外イタリアの日本大使館で書記官としてね勤務した経験もあると。年齢50歳、鬼塚本部長の前の本部長、大橋本部長って方は56だったですかね。それから考えてもね、この鬼塚本部長っていうのは非常に優秀で、まあ、エリートの一人だろうというふうには言えると思いますがね、昨日警備上にが適切に行われていないということはね否定できないというふうにね、まあ、おっしゃってました。事件が起きたばっかりで当然検証する暇などもね今のところ細かくは検証できてないと思います。ただ今回選挙の演説中ということもあってですね、いろんな角度からいろんなカメラで実際にね撮られていました。そういったところを見てですね、以前ならねそういった簡単に動画も撮れてなかったこともあったんですけど、今は動画があるのでやはりどうしても細かく検証されてしまいます。私もね動画は持ってますけどもね、まあ、今回動画は出しません。どうしても衝撃的なところがあってですね、で私の方はね一応出させていただくのは静止画でちょっとだけ説明させていただくところがあると思います。要警護対象者、まあ、今回でいくと安倍元総理です。警護対象者の身辺の安全を確保する、これが第一です。今回皆さんご存知の通り2回発砲音、まあ、私はあえて発砲音という言い方をしますけども、バーンバーンというね発砲音2回、ただこんなバーンバーンって続けてじゃないです、時間にすると2秒ぐらいですかね、ちょっと正確には測れてないんですけども、2秒ぐらいの間があって2回目の発砲音が聞こえてます。安倍さんがこう前を向いて聴衆の方を向かって話をしています。その時にですね1回発砲音が聞こえました。安倍さん振り向いてます、後ろを振り向いてまた戻ろうとした、でまだ横向きですの時にねこう左の肩あたりから入ってるというようなことがね、映像等で確認ができます。音がして安倍さんすぐに振り返ったわけじゃないんです、ちょっと時間を置いて振り返ってるんですね。でその時にですね斜め前です、警護員の方でしょう、1回目のパーンと音が鳴った時にその警護員の人パッとこうしゃがんでるんです。まあ素早い動きです、全員ではないです、棒立ちの人もいました。で2発目の銃声が聞こえたと同時、もしくは1発目で煙が上がってますから、煙が上がった方を見たら構えていたのでやばいと思って、ちょっとねこれ例えばです、防刃用のカバンのようなものでねこう、その時にはすでにもう2発目が撃たれた後だったんです、ね、ただそうしたってことはなんでこう上げたかっていうと、闇雲に上げたわけじゃなくて、1発目の煙が上がったので見てみたらまた構えてたんで行ったんだけど、まあちょっと遅かったんじゃないかなと。行動的には直近にいる人はこの一発目の音がした時に自分がしゃがむんじゃなくてですね、しゃがむ暇があったら安倍さんをそのまま覆いかぶさってでも倒す、伏せろとかね何でも言うべきだったんだと思います。じゃあ小川お前いたらできたのかよって言われるかもね分かりません。もちろん私もいたらできたかどうか分かりません、正直言って。ただそれはね普段から訓練をしていないとできないはずです。私も若い頃はねそういった訓練をしたことがね、何度もあります。まあただ私は正直言うとこういったSP の経験はありません。ただ警護員として1回だけですね、昭和60年頃だと思いますけどね、ちょうど私がいたところがね神奈川2区の管内で、小泉純一郎立候補者
の応援演説に中曽根総理大臣が来た時にね、ちょうど中曽根さんがいたところの、ちょうどその時はね、後ろを車だったんです、宣伝カーの、ちょうど私は 2.5 メートルぐらい離れたところにいてですね、その時、その SP の方等と連携したのはですね、まあ大変なところまで来ることはまずないけども、来たらそのものに向かってってことは、拳銃とかの発砲とかは想定してないです。凶器を持って、もし来たら両手を広げて本人に向かっていけというふうに私はその時は教えられてましたけどね。その時は何の違和感もなく、まあそうなんだろうな、そうしなきゃいけないんだろうなと思ってました。 SP の配置とか警護員の配置、これも大事です。これも大事なんですけど、もう一つ大事なこと、これは、応援演説する方、まあ今回元総理の安倍さんですけども、あと当然立候補者もいます。こう360度警備しなきゃいけないような場所、ここでね、まあ立候補者なり応援演説する方が話をする、でいろんな方がね、こういろんなところで話を聞いているとしましょう。そうすると SP とか警護員はどこに配置をつくかというとですね、こういうところにぐるっと配置についてるはずです。もちろんこういうところにもついてますよ。どういうふうについてるかというと、要警護対象者がいるとします。そうするとここです、後ろ、ここです、ここでこう、ね、私は要警護対象者は見えません。あとここです、警護対象者はこっち、見えないところ、こう手を広げるとこのみんなで円が作れるぐらいのところですから、自分が見てこちらを注視します。背面監視、ね、背面です。背面で警護するのが通常です。ただこれね、見た通り大変ですよね。で、警察は何をお勧めするかという話をしますね。後ろが壁、ここで話をしてくださいとなるとですね、向こうを見る必要ないんですというふうに警備をしたいのが本音なんです。ただこれはね、いろいろなその場所によってたくさんの方に聞いてもらいたいからということで、必ずしも警察の思い通りになるようなことはないそうなんですけど、今回奈良県の場合がどうだったか分かりません。ちょっと参考までにね、これ前回です、前回の衆議院選挙の時にね、撮影してきたものがありますので、ちょっと見ていただければと思います。まず一つはですね、選挙カーの前にこう壇上を置いています。まあたまたま自民党安倍晋三さんの名前が出てますけどね、その場合だと、まあ簡単に言えば180度の警備で済むということです。あともう一枚の写真ちょっと見てください。柵が映ってると思います。若干これたまたま柵が映ったんですけど、柵から中には入れませんというふうに、これ以上中には入れませんよというね、警備防犯上非常に安全ということでこういうふうにしている場合もあります。ただなぜこの奈良県はそういうふうにしなかったのかっていうことはね、ちょっと私は今の段階では分かりませんけども、そういったことも含めて、まあ、検証していく必要があるんだろうなというふうに思っています。本日は以上になります。ありがとうございました。小川太平の事件考察室ではですね、皆さんからの情報をお待ちしております。まあ、コメントはもちろんですけども、何か事件の情報、ご質問、ご相談、そういったことがありましたら、ぜひ、このテロップ出てると思うんですけども、こちらまで、ご連絡をください。またですね、取材の依頼ですね、こういったところに取材してほしいとかですね、そういったことがあれば、そういったものもですね、ぜひご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。